大間ま,ま駅は、群馬県緑市大間ま,ま町大間ま,まにある渡らせ、渓谷鉄道渡らせ渓谷線の駅である。駅番号は、WK05。乗り場相を式2面2線のホームと、トロッコ列車、渡らせ渓谷号の専用例番線ホーム1線を有する地上駅。渡らせ、渓谷鉄道の中心駅であり、道路線の運行機能を管理する CTC が設置されている。 下り魔党方面の列車はすべて一番線から発車する。上り気流方面の列車に関しては二番線から発車するのが基本だが、当駅始発で一番線から発車する列車がある。構内には本社と車両基地があり、当駅発着の列車と夜間の留置運用が設定されている。トロッコ列車乗車専用ホームにはディーゼル機関車機回し用のポイントがある。当駅では 車両の連結、開放が行われる。日中一両を基本とする列車についても、次の日が平日の場合の朝の通勤、通学ラッシュ時に備えて、夕方の時間帯に二両編成となる。運行中に行う作業は一両から二両への増結二両から一両への切り離しとなる。三両への増結は本線上ではあまり行わない。開放は三両編成の場合でも、 本線上で2両に減らすこともある。なお、連結、解放の際、安全確保のため一旦エンジンを止めてから作業を行い、完了した時に再度エンジンを入れる。切り離した車両は車庫へ戻すか、気流域の折り返しで使用する。休日には9時44分発気流域列車に1両、増結する作業が見られることがある。混雑する、下り列車に対応するために、 あらかじめ上りで到着した時点に行われる。渡らせ、渓谷鉄道の社員配置駅は当駅と、相い、老駅のみである。指令所があるため社員は終日配置されているが、出発窓口営業時間及び改札時間は7時30分から18時40分までとなっている。自動券売機は、始発から終発まで稼働している。出発窓口では、 東日本旅客鉄道両毛線内、東武伊勢崎線への連絡乗車券や、企画乗車券を取り扱うほか、駅前有料駐車場利用券を扱っている。窓口営業時間外の駐車場利用券販売場所は、駅前にあるローソンである。駅前の駐車場には、は89から100系101号車とは89から300系302号車が連結した状態で、 保存されている。大型バスの駐車が可能な駅であるため、観光シーズンは、始発の気流駅よりも当駅から乗車する乗客が多い。当駅を始発とするトロッコ列車、渡らせ谷告号の運行日や、紅葉シーズンの時期になる特時から11時台の下り列車に乗車する観光客が多く、乗り場が朝の通勤ラッシュ並みに混雑することもある。利用客のほか 本社や車両基地、保線施設などもあるため、鉄道関係者の利用も多い。朝は JR 両毛線に接続するための当駅始発の区間列車が運行されている。朝や夕方は高校生のほか、大間ま中学校に通う上看板地区の中学生が、当駅から下り方面の隣接駅、上看板駅まで利用する。開業当時は、 大まま町停車場と称した。足尾鉄道の開業に先立ち、大まま町南方の浅見村あざいは塾に、両毛鉄道の大まま駅が設置されていたためである。大まま駅が所在地名である岩塾駅に改められた後、大まま町駅は現在の名称である大まま駅に改称された。ありがとうございます。